笹野です、そしてここには他にもいらっしゃるんですけど、はい、監督をやってます坂井です。よっ、ミュージカルの方がね、結構そういう雰囲気が、そうですね、その意識は受け継いだっていう感じにしています、うん、まあ見事、でもなんとなくその昔の雰囲気が残ってるのはやっぱそういうところなんですね。ですね、はい、ハミちゃんこうじゃないと、うん、なかなか喋んないですよね、それハミちゃん、意外にピアスしてたりね、青色の髪してたり、アニメ美少女戦士セーラームーンクリスタルブルーレイをご覧の皆様、お買い上げいただきありがとうございます、こんにちは、シリーズディレクターの坂井宗久です。よろしくお願いします、実はこのオーディオコメンタリーにはスペシャルゲストが、お越しいただいております、この方々です。桃色クローバー Z の皆さん、私たち今いるアイドル週末ヒロイン桃色クローバー Z、 よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ読んじゃいましたけどね、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。行方不明？アクタスリー、レイ、セーラーマンズ。